迫が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職、永田幸喜でございます。今フェイスブックのお友達から電話ありました。あの社長ってお寺、あの実はですね、そのお友達の奥様、まあ、女性の方ですからですね、ご主人のお父様が亡くなられたそうなんですよ。で明日お寺さんにお金も払わないかんって、でいくら包むというかとって社長って教えてっていうか電話がございました。ですからですね、あのその場合ですね、あの私の場合は いくらだったんですか、まあ、実際ぶっちゃけた話、私の場合は30万払いました。日蓮宗ですからですね。であの枕業、仮通夜、通夜、葬儀、2日間、まあまあ、全部入れて2日間ありましたですね。で、開名代、込みで30万、私は払いましたという形ですね。あのうちの場合、日蓮宗、うちも実は日蓮宗なんですよね。熊本、加藤清正公の影響で多いです。で、ちょうど高いんですよね、日蓮宗の場合はですね。その代わりお寺様が1人多いです。で、浄土真宗とかの場合は、それよりも5万ぐらい落ちる。まあ、まあ、基本的にですね、まあ、あの熊本の場合はですね、全部の宗は15万円から50万円ぐらいが多いのではないかなと思っております。それとですね、あの Facebook のお友達がなんで包んだらよかとっておっしゃられるもんですから、あもう白太で結構ですよと、極端なこと言えばですね、お寺さん何もおっしゃられません。あとですね、コンビニの不祝儀袋、あの白黒 の水引きがついたあのコンビニに売ってある袋ですね、あれで十分でございます。で、表書きはですね、お仏前もしくはお伏せですね、もうこれで十分ですよということで、フェイスブック、あのそのお友達にですね、あのお伝えいたしました。ですから皆様もですね、あの何かございましたときは、この下に電話番号が書いてありますのでですね、ここに電話ください。まあ、前夜でも結構です、早朝でも結構ですのでですね、あの私の場合とかそういうのをお伝えいたします。これ秋葉のあれはあくまでも私の場合でございました。まあ、あの実はですね、お寺様にですね聞いてもお寺様はおっしゃらないんですね。檀家様のお気持ちでとおっしゃられます。やっぱりお寺様は宗教法人ですから、金額を提示できないですね。その代わり領収書は出さなくてもいいということでございますですね。はい、まあ、あの一つですね、あの皆様の場合何でもいいからですね、ここにお電話ください。はい、お待ちしております。はい、ここまでですね、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。